はい、じゃあ今回は、パナソニックゴリラ CNGP530D の、ガイドブック検索を使ってみたいと思います。まあ、観光地の検索ですね。いろんな観光ガイド本のやつがたくさん本屋さんに行くと売ってますけど、あの情報がガッとこの中にいっぱい入ってると、何十冊だか何百冊だかちょっと忘れちゃいましたけど、かなり情報が入ってるそうです。でそれを一発検索できるんですね。じゃあちょっと使ってみたいと思います。じゃあちょっとメニューで、えいで、まあ、ガイドブックってメニューがあるんでですね、ガイドブック、おりゃで、どうすかな、近畿、私ほとんど行ったことがないんで和歌山、えいで、まあ、こうやっているいくつかメニューがあるんですね。じゃあ、見るでやってみましょうか。見る。そうすると、217件。でまあ、いろいろあるわけですね。この淡島街道ってなんだろうな。説明が出てきましたね。こういう感じで、ガイドブックに載ってるような、ちょっと完璧に同じ文章かよくわかんないですけど、まあ、文章がしっかり入っててですね、まあ、簡単な知識が得られると。でここ行こうかということでですね、まあ一緒に行った人とちょっと相談したりできるという感じですね。でこの説明が見れるだけではなくてですね、ここに地図表示っていうのがありますね。これを押しますと、アイドリングストップしましょう。ちょっと怒られちゃいましたね。今と関係ないです。はい。で、淡島街道っていうのが選んで決定を押すと、で目的地にするっていうのが出てきましたね。これで目的地をする、車上狙いなどが多発しています。ご注意ください。まあこんな感じでですね、もうこれでもうそこまで案内してくれると。高速道路を通るルートです。実際の標識や交通規則に従って運転してください。これすっごい便利ですよね。およそ200メートル先、蒲生三丁目を右方向です。うん、という感じで案内してくれる。でしかも、ちょっと一旦ナイスストップしますね。でこれ旅先で行った先で、ここの近くで何かないのっていう時も探せてですね、じゃあ今ちょっと埼玉県越谷市にいるんで、ちょっと埼玉にしましょうかね。これでまあ例えば遊ぶにして、でここに距離順ってありますよね。距離順、これを選ぶとここの近くの、遊べる観光スポットっていうのを距離順に近い順から出してくれる。これは非常に便利ですよね。旅先でよくわかんないけど、どっかちょっと時間あるから、何でもいいからどっか行きたいねっていう時は非常に便利に使いますね。で選んで地図表示で、決定ってやれば、で目的地にするにすればもうこれで案内してくれちゃうと。実際の標識や交通規則に従って運転してください。およそ200メートル先、蒲生三丁目を左方向です。はい、ということでですね、このパナソニックゴリラ CNGP530D ですね、非常に便利です。しかも激安、2万円そこそこで買えるんで、ぜひですね、買おうか迷ってる方はこの動画参考にしていただいてですね、まあ安いんでちょこっと買って使ってみてもいいかなと思います。それではさようならと。